こんにちは。マイティーワークス公式 YouTube でございます。はい、というわけですね、今日もよろしくお願いします。拍手お願いします。拍手。はい、というわけで今日は結構ね、人気の出てきました。はい、東京発のシューズブランドですね。はい、こちらでございます。あといいね、ロゴもね。ヨーク東京。はい、というわけで、ヨークの紹介をしていきたいと思います。まあ年に2回ぐらいは入荷するかなということで、はい、はい、あとはまあ欲しいサイズとかがあればお取り寄せしますよということで対応しております。はい、はい、じゃあまずジャーニーからいきましょうか。はい、左からいきましょう。ジャーニー、はい、ちょっとアウトドアっぽい感じのやつですね。はい、この感じです。ちょっとじゃあ、はい、サイドとかですね、こういう感じでちょっとビブラムソールですね。ほとんどそうなんですけどね。はい、ここにね、何がある、ほ、水が入ってこない。あ、なるほどね。なんかちょっと川の中も行けそうな、うん、なんかアウトドアっぽいん で、 そうです、ね、山登ったり川中行けたりとかしそうですね。で、紐がなんかこれあれですね。そうなんです。アウトドア仕様になってますね。でここがゴムに、はい、こう伸びるので、はい、で、ナイロンはコーデュラナイロンを使っておりますね。はい、でこのまんまスポッと履ける、うん、あ、なるほどなるほど。そう、軽そうね。軽、あのね、重みは一応あるんだけ ど、 しっかりしてるので、はい、なんかやっぱ足にすごくフィットする。なるほど。雰囲気、まあ、全部そうなんですけど、ソールもこう柔らかいし、はい、ソール、ソールです。はい、ですよね。いいですね。で、ここもしっかりしてるので、うん、なんだろう、これ結構アウトドアっぽいんですけど、ちょっと私は、そうね、意外と綺麗め、レディースの綺麗めに合わせたらおしゃれな感じがします。はい、履きたい一足。確かに。で、この紐も可愛くないですか、これ。可愛い。この白が入ってるし、いいね、これこうやってこうね、調節できるから、はい、いちいちもうこうしなくていいのね。なるほど。スポット入ってね、結んだりとかもスリッポン的に入っていいのかな。そう、ここ一個一箇所こう結んどけば自分のサイズで、はい、こうもできるし、もうそのまま履いてね。だけど、うん、そうかといってここが緩んでてもこれがあるので、あ、なるほど、しっかりと履けるんですよ。あ、怖くないですか。なるほど。今日よく喋るね。私好きなんです。はい、いいですね。はい。はい、いいと思います。です。メンズもね、あるんでね。これはレディースサイズかな。うん、はい、かわいいね。おしゃれね、なんかね。ここがベロアなのね。これ社長履いてましたもんね。うち来た時に、ね、うん。これも履いてた。夏はね、サンダル履いてたけど、その前はね、これ履いてましたよ。これかわいいと思って。はい、かわいくないですか。かわいいでございます。ジャーニーですね。ジャーニー。ジャーニー、旅。旅ができそうですね。はい。はい、はい、じゃあ、がまた可愛いね。はい、次、はい、紹介しましょう。はい、はい、このシンプルなね、このフォルムのやつをちょっと、これは、スタンレーっていう名前です、はい、もう定番中の定番ですね。はい、で今回、ちょっとピンクベージュと可愛いよね、はい、これも白ソールですね。はい、爽やか、はい、とブラック、これはブラック、オールブラック、ブラックは渋いでしょ。ここがブラックなの。そうそうそう、ソールがブラックなんですよね。多分ですね、ソールが白いやつもあるんですよ。うーん、ブラックでこういうことね。そう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 、あるんですけど、今回ちょっとまあ綺麗めというか渋くいこうかなって、うん、僕がセレクトしたのはこのちょっとオールブラック。はい、なんか革靴っぽい、そう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 、レザーなんだけどね、うん、革靴っぽくこのスニーカーをね、レザースニーカーを履いてほしいなっていう。全体が黒だとこうあれですよね、ローファーっぽくこう、はい、うん、きれいめで着れますよね。そうですね、はい、だセットアップとかに履いてもらったらいいのかなっていう感じがします。はい、ベージュいいでしょ、ピンクベージュ、ね、ベージュはこの白がいよいよね。そうだよね、そうなんですよ。そう、これスタンレーでございます。定番のスタンレーでございます。本当にいい、シンプルで、もうシンプル、はい、オブシンプル、はい、ここも柔らかい、はい、ヨークでございます。本当に可愛いです。はい、はい、2シーズン目に入りましたね、ヨークね。シンプル、ちょっとずつ お問い合わせも増えてきたのかなっていう感じがします。ヨークに関してですね。はい、はい、こういうあのね、スペルがね YORK じゃないんですよね、ヨーク、 YOAK っていう、ちょっとスペルがね特殊になってますんで、はい、はい、お気をつけください。はい、じゃあ最後3つ目ですね、はい、今回、うん、ブーツっぽく
仕入れてみたんですけど、ブーツよ、ね、まあ、サイド側ブーツみたいな感じですよね。普通にブーツ、はい、これ。はい。なんか、まあ、スニーカーをハイカットにした感じなんですけど、スニーカーなんだよこれ。そう。まあ、見た目はもうブーツっていう感じですね。高級感ある。はい。いますよね。はい、あります。これスニーカーのスウェードブーツって初めてじゃないこれ。いや、スウェードのね、スリッポンみたいなのがあって、うん、それのハイカットみたいな、ね。あ、そうね、こういうやつ、ね。そう。スリッポンをちょっとサイドゴアにした感じですね。はい。はい、これはもうだからスリッポン的に、スポット履いていただいて、そこで指引っ掛けれるようになってるんで。どっちもあるんですよ。これ普通こっちだけじゃない。そうだよね。うん。前もあるって珍しいね。うん、こうやって広げれる。なるほど。だから冬は結構こういうハイカット履けばちょっと寒くないかなってちょっと思いまして、うん、かっこいい、はい、一応冬用にこれ使えるやつですね、はい、ほんとかわいい、ブーツっぽくこのハイカットスニーカー履いてほしいかなっていうことでちょっと試してみました。あ、いいですね、はい、いいよね、はい、うん、こうなんですよ、はい、かわいい、かわいいよね、はい、いいですね、これも高級感あるよ。そうですね、黒で攻めてみました、うん、3色ぐらいあるんですけど、うん、今回黒で攻めてみました、うん、なんかちょっと大人っぽくしていきたいなっていう思いがありまして、黒ちょっとセレクトさせていただきました、はい、はい、というわけで今日は、はい、ヨーク東京っていう、はい、まあシンプルでいいレザーシューズブランドですね、はい、はい、ご紹介しました。最後ジャーニーもちょっとしましょうかね、はい、はい、ジャーニーいいですね、はい、いいですね、おしゃれですね、ここがね高いからなんかちょっとブーツっぽくも見えます、ね、確かにね、ちょっとアウトドアっぽいブーツに見えますね、うん、水が入ってこないんだね、これ、うん、いいと思います、はい、というわけでこんな感じで、いろんな商品をね紹介していく、うん、まあ、多岐にわたりますうち、はい、はい、レディースメンズで、ね、トップスからパンツから靴まで、はい、アクセサリーもありますしね、はい、はい、まあ、いろんな商品知りたいなっていう人はチャンネル登録していただいて、うん、いいねボタンを押して、あとベルマークみたいなボタンを押していただけると非常にありがたいなと思います。はい、というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、失礼いたします。ありがとうございました。どうも。